死ぬまで映画紹介チャンネル、グッドグッドグッドパイロンでございます。今回の作品キューブ、一度入ったら最後、こちらは1997年に公開されたカナダ映画キューブのリメイク作品。主要キャスト、後藤役菅田将暉、数字に強く中学生の宇野と名コンビ、海役アン、皆さん何者ですかとロボットみたいで目が常に不気味な印象でした。井出役斉藤匠、靴を使ってトラップがないか常に脱出を目論んでおり、行動力のあるリーダー的存在。私はこの映画に鑑賞してみて一番好きな役どころで覚えてるセリフは、静かにしろ、特に行くぞという低音ボイスがむちゃくちゃかっこいいので劇場で見てもらいたいですね。オチ役岡田将生、コンビニ店員で目上や権力者がすごく大嫌い、ストレスがたまるとすぐ顔に出て手などをこうやってグーッとやったりするんですね。一番関わってはいけないので要注意です。安藤とトラブルを起こすことが多いです。安藤役吉田幸太郎、会社の役員で出だしは温厚な人かと思いきや、キューブをいろいろとみんなで探索とか模索すると言葉が急に汚くなって、クズやクソがガキがなど暴言連発する親父でしたね。まるでカイジ3ファイナルゲームの黒崎を彷彿とさせており、ファンの方なら喜ぶかもしれません。宇野役田代光、無口な中学生でしたが須田さんやアンさんと会話するうちに徐々に信頼関係を築いていく。岡田さんや吉田さんとは深く関わろうとせず、この二人には不信感を抱いており、目つきに注目して見てください。全体の評価としては、友人面白かったと言ってました。私自身も悪くはなく、日本版とカナダ版なら日本版の方が現代風にアレンジされていて、キャストが好きな人が多いのであっという間に終わった感じはしました。最初の男役の柄本時生が最終的にどうなるのか、オチが思っていたのと全く違い、少し驚愕してしまいました。星は4つです。須田さんの号泣を見てこちらも泣きそうになりましたし、須田さんの切れるシーンが珍しくなかったですね。これはびっくりさせられました。冷静で弱気な演技の須田さんは安定感があり、弾けたり切れる役より静かな役でボソボソと話す方が好きになったので、今後も期待して映画やドラマを鑑賞したいと思います。寒い時期到来しましたので暖かい格好をおすすめします。くれぐれもお体には気をつけてお過ごしください。それではグッバイ。